心臓破りとまでは言わないですけど。せっかくなんでね、ホテルをねチェックインした後にちょっとね近くに散歩をしてみよっかなと思ってちょっとね外出てきました。もう目の前こういう山ですね。はい、それでもってこっち側には巨大なね吊り橋があるんですよね。なんかどんな景色見れるのか楽しみなんで、ちょっとこの後ね吊り橋歩いてみます。ではね、展望台の、感想の方を語っていきたいと思います。さっきの看板では歩いて、5分だからなんか書いてありましたよね。なんですがこれ今下りなんですけどね、道中は心臓破りの坂ね、これがまあ心臓破りの坂なんですけど、プラス、ね、心臓破りの急な階段がありますよということなんですよ。なのでそうですね、心臓が悪い方とかね、お年寄りとかだとしんどいかもしれない。で私はね、軽く引っ掛けた状態で登ってるんですけど、まあ頭クラクラするぐらいしんどかったっす。はい、以上です。ということでね、池とね、滝のね方を今、観光してきたんですけども、まあ正直あんなもんです。はい。で、行きはね、もうわりかし緩やかな下りかなと思ったんですけど、まあ行きはよいよい、帰りは怖いじゃないけど、帰りは見てください。こういうね、まあわりかし心臓破りとまでは言わないですけど、上り坂で、しんどいなこれ帰り。来ましたとね、まずはこの地図で行くとここの展望台行きましたと、ね、そこから戻ってってこの遊歩道を歩いてって、滝と池、見てきましたってことで、もう日暮れちゃってますよこんな感じで。でまあね、感想を言ってしまうとまあクタクタです。なので、行きたい人はね心して行ってくださいっていうのは一つです。ね、せっかくね日頃の疲れを癒しに来てるのにね、こんなところで疲れちゃってちょっと本末転倒かもしれないですけど、まあ観光で来てるんでねいいんじゃないんでしょうかっていうところです。はい、今日の動画面白かったためになったって方いらっしゃいましたらね、ぜひぜひね、高評価とチャンネル登録のよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。